今はダブリンの北側にいます。はい、そうだな、街のど真ん中、さっきのあのリッフィー川ってとこからここまで1時間はかかんないと思うな、徒歩でもな。うん、1時間はかかんないと思いますね。自転車ならもう本当10分かそこらだと思うんだけどな。うん、そんなもんだと思います。揺れる、相変わらずの悪路ですね、ダブリンの。ああ道路ひでえ、穴開いてるし。さあこれであのダブリン湾が見えてきます。もうこっち側干潟みたいになってます。もう海です。うわー、もう火沈んじゃうじゃん。間に合うかな今日。ちょっと仕事時間が終わった後っていうべきかな、仕事時間が終わった後ちょっといろいろありまして捕まっちゃっていっぱいおしゃべりしたもんだからなぜかクライアントといっぱいおしゃべりっていう、ちょっと遅くなっちゃってますけどね。でももうさっきも自転車で行けるって言った通り、すぐです。あそこに右側に見えますかね、大きな煙突2本、あれが見えるとダブリン湾って感じします。もともとは発電所だったかな、火力発電所だったと思うんだけどな。でそれがずっとまあ止まってて、でしばらくして去年かな、ゴミ焼却場に生まれ変わったんだったと思います確か。相変わらずジェットヘルメットなもんですから、もしもね音が風切り音がすごかったらごめんなさい、申し訳ない。この道をずっとまっすぐ行くと、まあダブリンでは有数の高級住宅街っていうか、もうなんだろうな、本当に高級住宅街だよな。億万長者しか住んでねえんじゃねえかっていう、今見えましたね、前の方にある山みたいになってるところなんですけど、ホースっていう、 HOWTH でホースっていう、地域になります。ホース島、一応島になってるんじゃないかな、これホースアイランドじゃないかな。陸系統ですね。なんだっけ、なんとかさすさし陸系統とかって水曜どうでしょうでやってましたけど、あれです、あれです、陸系統です。あそこはガチの金持ちしかいない。確か U2 のボノとかあの辺がいるところ、一軒10億みたいな、そういうところだったと思います。もちろん普通の住宅もいっぱいあるんですけどね、いいところはみんなそうなってる。その橋行きます。右側に見えてる、見えますか橋、あの橋行きます。あれね、木造の橋なんですよ。でこっから先、こっちは何になるんだ、サスになるのか、サスでいいのか。家なんかほとんどない、もうただの荒れ野原なんですけど、そこに繋がってまして、
でみんなあのお散歩に来るんです。なんでここはちょっとね、ダブリンいらしたらまあおすすめしておきたいかなという場所になります。だってこの景色だもん。素敵じゃない、これ。これ素敵じゃないですか。よいしょ、ちょっと背高くして背筋伸ばして、ダブリン湾が一望できます。ね、いいでしょ。俺好きなんだけどな。良くないかな、ダメかな。で、よいしょ、信号信号。さあ、木製の橋になりますよ。ちょっと、結構ね、車輪取られて怖いんですよ。あと誰一人として15キロ制限という制限を守ってるの見たことはないないですね。なるほど、これなんだよな。よくしょ、よくしょ、はい、よくしょ。ちょっと良くない？いいでしょ？ダメ？ここはあのぜひ水筒にコーヒーでも詰めて歩いてほしいですね。最高の最高の景色ですよ、本当に。建物っていうとさっきの建物と、まあこれ何